にちは、リカキャプテンです。皆さんお元気ですか？今日も動画見てくださって本当にありがとうございます。今日はですね、最初にやっておくべき環境の設定、環境設定についてお話をしていこうと思います。あくまでも私の推奨する環境設定なので、皆さんがどんどん使っていって、もっとこの方がいいなって言ってたらどんどん変えていってください。はい。なので一旦もう全体的にね、こういう風に使ってますよっていうのをご紹介しますので、もしこれが結構役に立たなと思ったら、ぜひいいねボタンと登録よろしくお願いします。はい。じゃあですね、ぜひ最後まで見ていただきたいんですが、まず環境設定の最初のやり方ですね。このレンチみたいな、はい、ボタンを押していただくと、このアクションっていうのが出てくるんですよ。はい。で、このアクションっていうのが出てきて、こっからちょっとざっと説明します。明るいインターフェースっていうのが、この全体的がちょっと明るくなる。で、私は暗いのが好きだからいつも暗くしてます。で、右利きインターフェースっていうのは、いつもこのね、ブラシの大きさとか不透明度とかを変える、これがこっち側に来るんですよ。で、これはまあ皆さんのお好みで、まあ私はどっちでもいいかなと思ってるんですけど、左にあるといろいろ他のジェスチャーでも使えるから左でもいいと思います。はい。で、ブラシのカーソルっていうのが、ブラシのまず最初にピタッて置いた時の大きさをですね、表してくれるんですよね。例えばなんですけど、オイルパステルだとしたら、例えばこういう感じでこのぐらいの大きさだよっていうのを表してくれて、あ、なるほど、ちょっと大きすぎるなと。で、もうちょっと小さいので描きたいっていう風に、こういう感じでこう出してくれるんですよ。なので、これがちょっと邪魔だなと思う人は、これなくしてもらって、まあ何にもない、もうピュッて押しても何にもないです。はい。で、私は意外とこのブラシのカーソル好きなので、こう目安になって好きなので、こういう風にしてます。はい。これお好みですね。はい。で、プロジェクトのキャンパスも、なんかこれを書いたものをどっかのプロジェクトに移す移さないの話なので、もうこれ関係ないので。はい。で、他社製のスタイラスっていうのは、このワコムのペンとかの設定で、私はアップルペンシル使ってるので、そういう設定特にいらないで、そのまま使ってます。はい。なので、ワコムとか他のペンシル使う人はやってみてくださいね。はい。で、この筆圧曲線も私は何もしてません、わかりませんので。はい。なので、ジェスチャー、今度コントロールっていうのに行きますね。で、あとスピード取り消しの遅延とか、こういうのも特に何もやってないです。洗濯部分のマスクの透明度とかも何もいじってません。もう初期のままですね。はい。なぜならわからないからです。何をどうしたらいいのか分かりませんっていう。はい。で、ジェスチャーコントロール、これすごい重要なので、ここですね。ここの設定ができると、私と同じようにこう指で使ったりとかができるので、ちょっと最後まで、はい、見てみてくださいね。はい。このぼかしは特に何もやってないです。はい。で、消しゴムはこれ触って、これってこの四角っていうのがですね、さっきこっち側に出てた真ん中の黒ポチなんですよ。はい。で、アップルペンシル、タッチ、この丸ポチプラス指だと消去、丸ポチプラスアップルペンシルだと消去みたいになってて、これさえ押せば消しゴムになるよっていうことなんですね。はい。で、私はこのアップルペンシル第一世代使ってるんですよ。で、第二世代使ってる人って、なんかピンピンってやると、消しゴムとペンシル切り替えられるじゃないですか。だから、その第二ペンシルの方たちは多分関係ない話ですね。もうここの方がいいですもんね。こういちいち触るより。で、私は第一ペンシルでその機能が残念ながらないので、はい。で、この丸ポチどれかっていうと、これです。これ。で、一回ピッてタッチすると、カラーを吸い付きのそのスポイトっぽいんですけど、これギューってやると、私こうやって触れるんですよ。はい。で、いちいちここになんか書いてて、ここ行ってわー、ここ行ってわーとかだとめんどくさいじゃないですか。なので、こういう風にやってこれでもいいし、私はここに消しゴムあるからこれでもいいしとか。はい。あんまりこう、行ったり来たりをしないでいいように自分で工夫してます。はい。なので、ここで、こう、こうでもいいし、あ、本当はあれなんだけどな。このアップルペンシルでも行くはずなんですけど、
そう、アップルペンシル行ったり行かなかったりするんですよ。なので必ずこう指とかの方がなんか反応しやすいかなって思ってます。はい、そんな感じですね。じゃあまずジェスチャーコントロール、そこはまあここはお好みですね。あの第一第二とかのまたね、このあれですよ、差もありますから。はい、でアシストされた描画もこれは何もしてないです。でスポイトはさっきのやつですね。ここをタップすると色吸い付いてその色になるっていうやつですね。これここピンクになったり、なんか薄ピンクになったりと、うん、なのでこれ両頭使いをできるっていう感じになるんですよ。ここをこういろいろ設定すると。はい、でこのクイックシェイプはすごい便利なんですけど、まずここ一番下の方ですね、描画して押さえたままにする。でこれにOK しといてください。これ OK、 まあこっち右側にスライドさせてオンにしといてくださいね。はい、でこの遅延も別にまあこんなもんでいいですかね。もうちょっと早い方がいいんですか、ちょっとわからないですけど、まあ適当にやってます。真ん中ぐらいにしとこうかなぐらいな。はい、でこれ何かっていうと、ここにですね、例えばなんですけど、こういうふうに丸書くじゃないですか。ちょっと遅い。こうやって丸書いて、ここをギューって押しておくと、ちゃんとしたシャープなシェイプになるよっていう。さっきみたいにガタガタじゃないよって、少しガタガタにしたってこうなりますっていうことなんですよ。こう面白くないですか？そうなんです。で例えばこういう山形にしたってシャキーン、こういいですよね。すっごい便利じゃないですか。こう私大好きなんですよ。まあみんな大好きですね。でこれを編集することも可能です。この直後ならね、直後ならですよ。もう一回違うの変えちゃったらダメなんですけど、ここにシェイプを編集って見えますよ。これを押すとですね、ここにポイント出てくるんですよ。ポリラインの。見えます？この青ポチのポイント。で、これを掴むとですね、ビヨヨヨーンってこうやって少し変えれる。少しっていうか、まあまあまあ変えれる。ビヨビヨ変えれる。そう、ビヨン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 変えれるの。これが結構便利じゃないですか？ね。だってなかなかあれですよ。まっすぐは描けませんよ、なかなか人間。でこう OK、 はいはいね、普通はってなりますよね。で直線を引くのはどうするかっていうと、あ、ついでに言うとですね、まあもちろんなんですけど、この三角とかも当然三角になります。はい、でシェイプ変更にすると四角形。何これ、四角形はよく知らないな。あと丸がさっき言い忘れたんですけど、この今楕円形じゃないですか。楕円形だけどシェイプ編集のところでこういう風にもできますし、あとここを押さえておくと正円になる。あれ、ならない。はい、で円で丸、すごい声援っていうか、まあすごい正確な線、円になるっていうこともできます。あとですね、線を引くときに、例えばこうまっすぐ引くじゃないですか。まっすぐ引いたつもりでもなりませんよね。でまっすぐ引いて本当にこうゼロ度にしたいときはここを押すとなるんですよ。でここに押したら15度ずつこうやってチッ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 ってこう動いていきます。15度、30度、45度でピッて90度っていう風になります。これもすごい便利ですよね。そうで押さえなければこう自由に動かせますので、はい、そんな感じでここのシェイプはクイックシェイプのところは描画して押さえたままにするっていうのにしておくとすごい便利です。はい、でこれもう多分やっといた方がいいと思います。でこのクイックメニューは何かっていうと、よく私もやってるんですけど、
ギュって押さえていろんなメニューが出てくる、タッチして押さえたままにするっていうのをピュッっていう風にオンにしておくと、どういうのが出るかっていうと、こういうのが出ます。こういうの6個出るんですよ。はい。でこれは何かっていうと、こういう風にいろんなのをすごい簡単にアクセスできる。うん。で私はですね、よく使うペン、ブラシの種類をスクリプトと鉛筆 6B っていうのを気に入ってるので、これを2つここに置いて、ペイント、消しゴム、新規レイヤー、選択ツールっていう風に選んでるんですよ。でこれはもう本当にお好みです。でさっき言ったように、あのアップルペンシルが第2世代であれば、別にこのペイントも消しゴムもここに設定しとく必要はないです。これピッピッてできるから第2世代欲しいですね。はい。なのでそういう風にいろいろ設定してください。で私はスクリプトっていうペンが結構気に入ってるので、まあこんな感じでスクリプトとか、あとは鉛筆 6B にしたいってなったら鉛筆 6B ね、私の大好きな鉛筆です。はい。ね、じゃあ消しゴムにしようっつって、消しゴムにしたりとか。そうそうそう。で、またペイントに戻って、鉛筆 6B。さっき設定したものの、ブラシに戻ります。そんな感じで、いちいちここに行ったり、ここに行ったり、ここに行ったりとかしなくてもいいようにしてるっていう感じですね。はい。で、この新規レイヤーになったら、レイヤーが新しくここに知らない間に選択されてるんですよ。こうやって。どんどんできますよね。なのでいちいちここに行って新しく書き換えるんじゃなくて、ここに行って新規レイヤーにして、ここを新しく書き始めるとか、はい、そんな感じで結構ね、まあ早めにわざわざ無駄な動きをしないで済むように設定するっていう感じですね。はい。でこのフルスクリーンは4本指タップするとどういうことになるかっていうと、今こういうの出てるじゃないですか、こういうメニューだけど、4本の指でピッてやると、全部何にもなくなるんですよ。これすごい見やすくていいですよね。はい。で、ここの、こういうので、いろいろこう、自分で選べるから、ある程度は、このフルスクリーンでできる環境にあるんですね。ここも設定しておけば。はい。ただ、まあ、全部はできませんけど。はい。で、もう一回押すと、こう、もう一回4本で、ピュッピュッてやると、なる。元に戻ります。はい。そんな感じですね。はい。でですね、このレイヤーを消去は何もやってないですね。でコピー&ペースト、これすごい便利です。3本指スワイプ、はい、これはね、本当お願いします、やっといてほしいっていう感じですね。はい。でですね、こういう風に、あ、これ4本だった。これシュッてやると、ここにいっぱいこうコピー&ペーストカット、コピー、コピー、ペースト、コピーとかなんかいろいろ出てくるんですよ。で、こういうのを、3本指で、できますよっていうことなんですね。で、どういうことかというと、本当にコピーとペーストができるんです。で、今、ここのレイヤーが、このレイヤー？これありますよね。で、このレイヤーのところをシュッてやると、コピー&ペーストを押すと、こうやってコピーできるんですよ。すごい便利じゃないですか。でいちいちここに行って、なんかこう、選択して、じゃあコピーどれですかってなった時に、こう、もうシュッてやって、コピー。で、ペースト。すると、ここに現れるっていう。すごい便利ですよね。なので、これをぜひ、設定で、これ3本指スワイプにしといてください。これはおすすめです。はい。でレイヤーを選択は特にやってない。で一般が一番下のピンチでズームして回転にしてます。でピンチでズームして回転ってどういうことかというと、まあ、いつもこう、まあ、皆さんもやってるようにこうやってピュッピュッピュッってズームしたり回転したり、うん、そういうジェスチャーがオンになってるよってことですね。はい。でそんな感じで最初に環境設定をしておくと、もう本当にこうクイックアクセスでしたっけ、何でしたっけとかですね、そうクイックメニューだ、うん、メニューとかそのピンチズームとか、でもこの3本指のジェスチャーとか、こうコピー&ペーストなんで、もうぜひやっといてもらいたいっていう、はい、感じなんですよ。いくらでもできますから。ペースト、間違えた。
コピー&ペースト。もうこれでもいくらでも。なのでぜひ環境設定を最初に整えてみてください。はい、じゃあ今日も動画を見てくださって本当にありがとうございます。ぜひ、いいねと登録よろしくお願いします。はい、役に立ったと思ったらで大丈夫です。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。